ここは金沢市にある末浄水場です。金沢市内には三つの浄水場で作られた水が送られており、末浄水場は全体のおよそ三割の水道水を製造しています。末浄水場は現在、急速ろ過方式と間速ろ過方式の二つの方式で水道水を作っており、急速ろ過方式は、 薬品と電気を使って短い時間で水道水を作ることができ観測ろ過方式はゆっくり時間をかけて自然の力だけで水道水を作っていますここは浄水水の取水口です犀川ダムにためられた水は寺津用水を通って。 取水水口から末浄水場の中に取取り入れられらています取水口にはスクリーンがあり落ち葉や流木などの大きなゴミはここで取り除かれます急速ろ過方式では取水口から取り入れられた水は急速着水水性へ流れていきます。 ここでは水質計器で減水の水質を調べて汚れを取るために入れる薬品のの量量や水の量を調整していますまたここでは正面の画像のように金魚を飼育しており浄水場に入ってくる水に異常がないかを常に監視しています。 ここは、急速フロック形成地です。ここでは、水の中の小さな汚れを、薬品とゆっくり回る水車で、フロックと呼ばれる大きな汚れの塊にしていきます。正面の画像のように、汚れは少しずつ大きなフロックになっていきます。急速沈殿地では、 大きく沈みやすくなったフロックを沈めて水の中から取り除いていきます急速ろ過方式では正面の画像のようにほとんどの汚れをこの急速沈殿池で取り除くことができます急速沈殿池を使い続けると池の底に沈んだフロックが溜まっていくため 半年に一度池の水を抜いて、そこに沈んだ汚れを掃除する池洗いをしています。ここは急速ろ過地です。急速沈殿地で取り除くことのできなかった水の中の小さな汚れは、急速ろ過地で砂や砂利の層を通して取り除かれます。 ろ過を続けると少しずつ砂の表面が汚れていくため急速ろ過地では自動で一定期間ごとに池の洗浄を行い砂の表面についた汚れを取り除いていますここは浄水性ですろ過を終えた水は最後にここで塩素を入れて消毒し 水水道水が出来上がります出来上がった水道水は浄水場の停電などに備えて一旦浄水場の地下にある浄水池にためられます浄水場から送られた水はいつでも使うことができるように排水池にためられています 金沢市内に排水池は全部で38カ所ありそれぞれの排水池から皆様の家庭へ水道水が送られていきます観測ろ過方式では取水された水は観測着水性に入り観測沈殿地へ流れていきますここででは水の中のの中汚れを自然の力で ゆっくりと沈めていきます観測沈殿地には水位に連動して高さが上下する不動管があり沈殿を終えた水は常に水面から一定の深さにある一番きれいな状態の水がろ過地へ送られていますここは観測露地です。 ここでは沈殿を終えた水を細かい砂や砂利の層にゆっくりした速度で通してろ過をしますろ過地の砂の表面には正面の画像のように微生物膜があり微生物の力で目に見えないゴミや細菌を取り除きますろ過を終えた水は急速ろ過方式と同様に塩素で消毒され 排水地へ送られていきます観測炉過地で水をろ過している砂は毎日少しずつ汚れていくため3か月に一度砂の表面を削る作業をしています削りすぎると砂の表面に繁殖する微生物がいなくなってしまうため少しだけ削り取っています観測炉過地は歴史のある施設であり この作業はすべて人力で行っています末浄水場では水道水以外にも川から浄水場に流れ込む力を利用して発電する小水力発電を行っていますここで発電した電気は一般家庭およそ100件分で末浄水場で使う電気のおよそ3分の1を賄っています また残り3分の2の電気も再生可能エネルギーで作られた電気を使っています末浄水場は近代的な造園デザインを取り入れた洋風成形式の園地として芸術鑑賞場の価値が高いと評価され国の名勝に指定されていますその中でもこの前庭は 自然の落差を利用した噴水がある潜水と導水軸と送水軸が交わる点にある吾ま屋からなり古くから末浄水場の重要な起点であったと考えられています。